はい、皆さんこんにちは。歴史にコースの河原です。では、2021鑑定理論演習対策講座講義編1回目の講義を行っていきます。えー、論文式式験において、鑑定理論は記述をしていく論文とまあ、計算をしていく演習という形で出題形式が置かれていきます。で、この演習対策講座は文字通り演習についての対策を行っていく。まあ 演習対策として初めて受けていただく講座ということになってきます、えー、と講義編が全6回あと等連編が2回という形でね構成されていますで演習というのは一言で言うとどういった主題かと言いますと基準留意事項の理解を前提とした上でそれを具体的な事例に当てはめて電卓を使って計算をしていく計算問題ということになってきます では具体的なね、えー、本試験問題を使いましてもう少しですね演習の特徴を確認していきます。はい画面見てください。はいこれ実際の本試験問題です。えー、と A4 版のね本試験問題ということになってきます。でこちら令和元年の本試験問題になっています。えー、とこれ実際の本試験問題は国土交通省のホームページにあのデータがアップされてますのであの皆さんも打ち出してね確認することができます。 はい、で不動産の鑑定評価にに関すする理論演習問題とといいうことになっていきます100点満点で、えー、と演習問題というのは3日間の論文本試験の最終日の一番最後の午後の科目になってますので、えー、と午後1時半から3時半2時間で演習を解いていく、ね、最後のラストの科目ということになってきます。で、えー、と注意事項がありますのでいくつかちょっと見ていきますと,、えー、と縦3のところを見てください縦3。 え問題用紙は表紙を含めて22ページと示されています。えー、と表紙を除いても20ページくらいで、ね、結構こう分量が多いというのが。 演習問題特徴ですよね、えー、と一方の,方の記述をしていく論文の方というのは、えーまあ、A4 番という意味では型は同じなんですけど、まあ、横向きで,で、まあ、表紙を含めても2ページ,ページ3ページぐらいですね論文の方は表紙を含めても2ページ3ページぐらいのです、ね、量としては少ない問題用紙になっていますね一方で演習というのはこのようにです、ね、問題用紙ですね問題量が多いというのが特徴ということになってきます。はい、じゃあ続いて 注意事項3の続きのところですね。2行目回答用紙は表紙を含めててページとなっています表紙を除くと令和元年の本試験問題の回答用紙8ページですね。やはり対比的に記述をしていく論文というのは回答用紙は論文の方は2問出せるんですけど1問あたり1ページ25行かける2ページですね1問あたり2ページ50行の回答紙が与えられてそれが2問なので2セット。 まあ2問でも合計4ページが解答用紙ということになってきます一方で演習というのは1問でまあ9ページ近くですねやっぱり解答用紙もそれなりの量があるのが演習の特徴ということになってきますでは実際の解答用紙ですね、はい、こちら実際の解答用紙になってきます解、えー、答用紙は B4 番ですね B4 番の解答用紙ということになってきます で、こう、表紙がありまして、まあ、表紙には。えー、受験地丸して、で、受験番号ですね、あと、氏名等と記載していきます。これ、実際ね、こう上。放置機器で止められているね、放置機器は取れないようになってるんですけど。放置機器で止められている回答用紙ということになってきます。で、それ、一ページ目見ていきますと。一ページ目。演習の一番の特徴は、これ、あらかじめ。回答用紙に。項目立てが。 記載されているそうえっ、ー、と記述をしていく論文の方は、えー、と行だけです50行の行が与えられていて項目立て等々は自ら自分で記述をしていかなきゃならないそういった回答用紙です論文の方はもう、ねえー、と行だけです50行の回答しが与えられているだけで一方演習の方はあらかじめ回答用紙に小問1括弧一1問二2か二2という項目立てがね示されているのが特徴ということになってきますあとは例えば 1> 問1の括弧1、えー、回答は4行の行数内で記述をしていかなければならないそういった設定になってますよね要するに行数制限上限があります 一方記述をしていく論文というのは50行の回答用紙が与えられるだけなので例えば証文が3つあった場合には証文ごとの行数というのは、えー、自らですね受験生自ら行数については判断していく必要があります特に証文1何行とかねそういったね上限はないのが記述の方の論文一方で演習の方は項目だとともになってきますあとはこのようにあらかじめ 回答用紙に計算式が示されています空欄になった計算式が示されていますのでこの空欄に大量の問題文の中から数字を探し出して代入して計算していくそういったこれ回答用紙になっています。で、まあ、計算なんですけど演習における計算高度な計算は不要です。 微分とか積分とかそういった高度な計算を不要でいわゆる四則計算ですね要は足し算、引き算、掛け算、割り算ですねえこういった処理で十分対応することができますただポイントは大量の問題文の中から必要な数値を迅速に探し出す必要があるというのが演習の特徴ということになってきます代入すべき数字を20ページ近くの問題文からね迅速に探し出して代入していくなので演習特有の 問題について、この読み込みですね。演習特有の問題の読み込みに慣れるというのが、演習対策としては重要になってくるということになります。はい、えーと演習というのは、数字を使って計算していきますので、特にあの手法について理解が促進されます。鑑定評価の書はありますよね？手法というのは、なんか基準を暗記するよりも数字を使った方が。 適用の流れがですね、理解しやすいです。なので、演習というのは数字を使う分ですね、手法の理解が促進されます。なので、ぜひ演習での理解を論文の方にこうフィードバックしてもらいたいんですね。演習の理解を論文に生かして、で逆に論文の基準の理解を伴った暗記を演習の方に生かすって形で、リンクさせて、相乗効果を意識して、演習と論文というのね学習していくようにしてください。 はい、でこれから講義編ですね、全6回、えー、受けていただきます。で講義編は、えー、とお手元、えーと、配布教材としましては、この2021鑑定論演習対策テキストというのが届いていると思います。でこちらを使って、全6回ですね講義編、講義をしていきます。で講義編においては、えーと、どういった内容を講義していくかといいますと,、えー、と、まずは価格を求める基本的な参照ですね。 原価法取引事例加保収益還元法を学びますあとはさらちの鑑定評価で、えー、独自の賞であります開発法についても学びますあとは新規人料を求める鑑定評価の賞のうち積算法についても学んでいきます原価法取引事例加保収益還元法開発法積算法について学んでいきますあとは、えー、国土交通省が演習問題についてサンプル問題を公表しています でこの国交省のサンプル問題を使いまして演習特有の問題文の読み込み方ですね、えー、読む際のポイントについて、えー、最終回で確認をしていきますは,いではえー、っとこの講座を受ける前にこ事前に準備をしておいてほしいことがありましてではお手元「演習対策テキスト」で表紙に注意書きがありますので表紙枠の中の注意書きのところを見てください。 はい、お手元の演習対策テキストを準備していただきまして表紙のところに、えー、と事前準備の注意書きありますのでそちらをちょっと見てください。はい、よろしいでしょうかじゃあまず1つ目の枠から見てください。えー、演習対策講座においては電卓を使用して講義を行います。書きポイントを備える電卓を各自ご用意願います。ととなっっっててていいいます、えーと。演習・電卓を使って計算していくといった、 ですのでえー、と電卓を使って工業していきますのでまだお手元で、ね、電卓準備していない方はこれから説明しますポイントを備えた電卓を準備するようにしてくださいでは電卓選択のポイント1つ目縦1おおむね12桁まで計算できるもの縦2数字の表示が大きく見やすいものをまず選んでほしいということになってきますえー、っとたい,ない まあ、手のひらサイズの電卓を選んでいただければ、えー、表示が見やすくて、まあ、12桁、えー、123456789101112ってなってますよねえっ、ー、とこう12デジットってなってますねこれ12桁って意味ですだいたい手のひらサイズの電卓選んでいただければおおむね12桁で表示が大きいものになるはずですで続いて表紙見ていただきまして たてさん、えー、最低限 GT 機能メモリー機能がついているものを選ぶ必要がありますそれはこう電卓の表示でボタンの中でこの GT というボタンがついているものとあとは M プラスとか M マイナスとかそういったものがついているものですねそれを選んでくださいこれ別の電卓でも GT というボタンとあと M プラス M マイナスというボタンがありますねこれ GT 機能とメモリー機能です この2つのボタンがついているものをですね選んでください。あと続いては縦4ソーラーパワーだけでなく電池も内蔵しているものを選ぶ必要がありますつまりはこう電池のみならずソーラーパワー、えー、と液晶見えますかねこう液晶。要はこう ツインパワーってなってますよね。えっと、電池だけですと、電池切れの恐れがありますし。ソーラーパワーだけですと、暗いところとかですと、まあ、表示が薄くなったり、動きが鈍くなったりしますので。ツインパワーですね。電池とソーラーパワーですね。両方備わっているものを選んでいただくということになってきます。あと、願書に注意書きがありまして、それが。五つ目ですね。例え、五。紙に記録する機能及びプログラム入力、またはプログラム記憶器用の。 機能のない計算機能のみの関数電卓は不可となって要は高度な機能を持った電卓は選ばないでくださいねということになってきますえっと量販店に行きましてだいたい手のひらサイズでまあ3000円から5000円ぐらいの電卓を購入していただければえ今指摘した要件を満たすような電卓になると思います全電卓ね準備していただいてでお手元ある方はそれ使っていただいても構いませんので,でしっかり電卓を準備するということになってきます で一応講義では、えー、と3つのメーカーですね、えー、とカシオ製と、えー、シャープ製とあとはキャノン製ですねこの3つの会社のメーカーの電卓を使っていきます。 大体両端店に行きますとこの3つのメーカーがメインですのでこの3つのメーカーの電卓に、ね、ずらーっと並んでると思いますね。その中から、えー、今指摘したね要件を満たすものですね。まあ、手のひらサイズで3000円から5000円ぐらいのものを選んでいただきたいということになってきます。とともにもう一つ準備してほしいのは、はい、下の枠のところを見てください。下の枠。えー、演習対策講座においてはマーカー等を使用して講義を行います、えー。ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルのマーカーと赤と青のペンを各自ご用意願いますとなっています。 えーとマーカーでちょっと色分けしていきますのでまずはマーカーとしては5色ですかね、えー、ピンク、えー、とブルーグリーンイエローパープルですかね5色あとはちょっと細めの、えー、と青と赤のペンですね、えー、これ使っていきますのでこちらもねちょっと準備ない方はね、えー、と余計な費用をかけさせていてしまうと思うんですけど準備していただいてなので今 電卓だったりマーカー等々が、ね、手元にない方は今ね講義を見るのを一旦止めていただいて電卓とマーカーを準備していただいた上でこれからの講義ですね受講するようにしてください、はい、では中身入っていきますのでお手元その合格あ演習対策テキストのでは、えー、と表紙さらには端書き目字等々を飛ばしまして1ページ目ですね1ページ目開いてください はい、演習対策テキストの1ページ目を開いいてください、はい、第1編「取引事例比較法」と書かれている扉のところを見てくださいまず1つ目の手法としまして「取引事例比較法」から学んでいきますはい演習対策テキスト1ページ目第1編「取引事例比較法」というところを見てください、はい、よろしいでしょうかでは始めにと書かれている文章のところを見てください 初めに基準によれば取引事例確保はまず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行いこれらに係る取引額に必要に応じて事情を整備・時点修正を行いかつ地域要員の比較で個別適用に比較を行って求められた価格を比較考慮しこれによって対象不動産の資産価格を求める手法であるこの手法による資産価格を批准価格というと規定されているとなっています。 取引事例の定義ですよ、ね、重要ですすね重要もうそろそろねパッパッパッと言えるようになっておいていただきたいんですけど取引事例で確の適用過程というのはざっくりとまずは、えー、多数の事例を収集します収集その中から適切な事例を選択しますで必要に応じて事情補正で自転修正さらには地域要,員の要因の比較個別適用の比較要因比較を行うことによって批准価格 求めていきます事例の収集・選択・事情性・時点修正・要因比較という適用型になってきますで次の段落見てください試験ではあらかじめ取引事例が収集されているため適切な事例の選択以降の作業を行うことになります試験においてはあらかじめ取引事例加工が集められています収集されています なので皆さんが行うべき作業はそれ以降つまり適切な事例の選択以降から皆さんの判断作業が必要となってくるということになりますえじゃあ実際に取引事例が収集されているかといいますとでは先ほど確認したこの令和元年の本試験問題えとこちらの17ページですね17ページ見ますと資料3という形で 標準値取引事例との概要というのが表の形で示されています。で、まあ、一つ目が標準値、要はね、地下工事、工事価格が示されています、ね。で、で、下行きますと。取引事例、イ、e、ー、ロー、ハ。 2という形で令和元年ですと4つの取引事例があらかじめこう、ね、集められて収集されて表の形で示されてるんですね。でこれすべてを採用するんじゃなくてここから適切な事例を選択していく必要がありまので、ね、そこから皆さんの作業が始まっていくということになっていきます。なので本試験においては取引事例についてはあらかじめ収集されているんだということになってきます。はい、ままたたテキスト戻ってて、いただきしページ目。 はいでは最終2行最終段落見てください。試験において取引事例加工はさらちに適用することが通常であるため、本編では基本であるさらち加工を求める場合について学習をしていきます。今までの本試験問題で必ず処理が求められるのがさらちについての取引事例加工の適用です。なので取引事例加工を適用してさらち加工を求める過程についてこれからしっかりと学習をしていきます。 はい、では2ページ進んでください。はい、2ページ進んでください。はい、2ページ、ローマ数字1、取引事例で確保適用のフローが示されています。今読んだ定義がナンバリングされて、まあ、フローの形で示されていますで。フローのうち、ナンバリングされているもののうち、えー、と丸4丸 ○5、丸 ○6 のところを見てください。丸4 取引事例の個別適用の標準化構丸5地域要因の比較丸6対象動産の個別適用の格差修正となっています。これ何を行っているかというとこれは要因比較を行っています地域要因個別的用因の比比較較を行っていますで要因比較のやり方地域要因個別適用の比較のやり方基準ですと前段と後段で2つのやり方が示されていたんですが覚えていますでしょうか 要因比較のやり方が基準上前段段と後段に分かれて一つ,つは前段直接的な要因比較の方法ともう一つが後段それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法ですね2つの方法が示されていまして今見ましたこの丸○○○○○は。 間接的な要因比較を行っている流れということになってきますもう少し具体的にでは3ページ真ん中図のようなところを見てくださいはい、3ページ真ん中図のようなところを見てくださいでは同一受給圏内において右側近隣地域内に、えー、と土地の面積500平方メートルの 対象不動産が損しています同一時給圏内の近隣地域内に500平方メートルの対象不動産が損していますで左同一時給圏内の類似地,地域内において400平方メートルの取引事例が損しています取引価格が1億トンで640万円 でこの総額を400平方メートルの面積だった単価が26万6千円と示されれています。これ取引事例ですで。要因比較というのは具体的などのような作業かというとそれは対象不動産と取引事例の地域要因の比較個別適用の比較を行うことによって 取引事例のの価価格格から対象不動産の価格を求めていいくそういった作業です要因比較というのは具体的には対象動産と取引事例と地域要因個別的要因の違い格差を修正して取引事例の価格から対象動産の価格を求めていくそういった作業が要因比較です。で基準上前段の直接的な要因比較のやり方というのは文字通り対象不動産と取引事例を 直接的に比較することによって地域要因の比較個別的な比較を直接的に行うことによって取引事例ののから対象動作の価格を求めていいくそういった,やり方ですただ不動産特に土地というのは個性が強いので直接比較をしてしまうと両者の価格の違いがそもそも損する地域が違うからなのかいやいや それぞれの個性が違うからなのか何が原因で価格が違うのかその判断が難しいということになってきます不動産特に土地というのは個性が強いので直接比較をしてしまうと両者の価格の違いがそもそも地域が違うからなのかいやいや個性が違うからなのか何が原因かが把握が難しいということになってきますなのでそれぞれの地域において近隣地域内において標準的な土地 類似地域内において標準的な土地それぞれの地域において標準的な土地を設定開催することによって近隣地域内の標準的な土地と対象動作を比較すれば対象動作の個性が際立ってきますよね一方で類似地域内の標準的な土地と取引事例を比較すれば取引事例の個性が際立ってきます さらにはそれぞれの地域の標準的な土地同士を比較すれば標準的な土地というのは、まあ、それぞれの地域の価格水準を表していますので標準的な土地同士を比較すれば地域の違いが把握しやすくなるということになってきます。 標準的な土地を介在させることによって個性が際立ってきて地域の違いも把握しやすくなる要は比較の精度を高めるやり方がそれぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法ということになってきます。なので図のすぐ下2行ほどの文章のところを見てください。 地域要因及び個別的要因の比較は通常それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法を用いるんだということになっていきます。実務においても演習においてもここのの間接的なな要因比較のやり方がまあ原則とということになってきますでそのことを表していたのが2ページこのナンバリングされた ○4○5○6 ということになってきます。 え3段階ですね間接的な4比較のやり方は、ね、3段階ですでもう一つ図のところを見ていただきますね要は4比較というのは取引事例の価格から対象動作の価格を求めていくそういった作業になってきますのでまずは左取引事例と類似地域内の標準的な土地を比較して取引事例の個性をなくして類似地域内の標準的な土地を求めていきます それ、標準化補正と言います。取引事例の個性をなくして事例の損する類似地域内の標準的な土地の価格を求めることを標準化補正と言います。で続いてそれぞれの地域の標準的な土地同士要はそれぞれの地域の価格水準を比較することによって類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていくやり方が この地域要因の比較とといいうことになっててきますで続いて近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させることによって対象不動産の価格を求めていくのが丸6ですね、えー、個別適用の格差修正ということになってきます。 標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行える方は段階としては3段階ですね。事例の個性をなくす標準化構成それぞれの標準的な土地土地を比較して類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていくのが地域要因の比較で最後に近隣地域の標準的な土地に対して対象不動作の個性を反映させるのが個別的要因の格差修正ということになってきます。こう3段階に分けて 取引事例の価格から対象動作ののを求めていいく、そそういったやり方です。でそれが2ページ丸4。取引事例の個別適用の標準構成事例の個性をなくす作業で丸5地域要因の比較ですね類似地域の地域性をなくす作業らには丸6対称動作の個別要用の格差修正、まあ、対称動作の個性を反映させる作業ですね3つの作業から成り立っているのが間接的な要因比較のやり方ということになってきます。 でこの取引事例加工ですね、実際はどのように適用していくかというと、計算式を使って適用していきます。その計算式が下に示されています。はい、2ページ下見てください。はいこちらの計算式は、えー、と基準値を100として、取引事例加工の計算式と略号が示されています。 はい、まずは略号ですね、えー、と式の上のところに、えー、と濃いめの文字で左から「こと」「時」「表」「地」「こ」「面」と示されてますて、ね、こ,これはそれぞれの場面においてどのような作業を行っているかを示している略語ということになってきます。実際に意味が示されてまして「こと」というのは「事情補正」の処理です「時」というのは「時点修正」の処理。 表とというののののは取引事例の個別的用の標準補正のことですで地というのは地域用の比較個というのが対象動作の個別的用の格差修正で面というのが面積の反映を行っていくそういったこれ意味内容になってきますで式の中で100が入っているところありますよね百。あらかじめ100が入っているところ100100100100 100 100 100 100 100ありますね この100が入っているところは基本的な所要のものですつまり100を入れればよくて計算不要というのが100にあらかじめ入っているところです100が入っているところはこう基本的な所要の前提とすべきところで特に計算不要で100を入れればね良いところになってきます要は文章が書かれているところありますよね例えば事情要請ことのところ分母のところ 取取引引事例のにるこういった文書が書かれているところに大量の問題文から適切な数値を探し出して代入していって計算をしていくということになってきます。えー、とざっくりとですね代入すべき数字のね暗黙の要領としましてはこの式の下のライン分母には何を入れるべきかと言いますと分母には事例資料。 要は分母には省略形で取引事例の数値を入れていきます分母下のラインには事例資料取引事例の数値を入れていくってことです一方上のライン分子には求めるべき省略形で対象不動産の数値を入れていくのが分子上のラインということになっていきます 式に代入すべき数字はこう暗黙のルールとしましてはえ分母ライン下のラインには事例資料まあ取引事例の数字を入れてきまして上のラインえ分子の方には求めるべき対象動産の数字を入れていくこれがねえ基本のルールということになってきますはいまずこれ取引事項のまあ基本式計算式ということになってきますはいちょっと一旦ここで切っておきますはい以上もちまして第1ユニット講義の方を終了いたします はい、で第2ユニットをこういうのを進めていきましょうでテキスト2ページ開いていただきまして、えー、第1ユニットで最後確認したこの取り消し例かこの計算式ですねじゃこちらの計算式具体的な数字を使いましてもう少し詳しく確認をしていきます3ページ上見てくださいはい計算例と書かれているところを見てくださいえっ、ー、とタイトルの脇「枠」の中に資料に基づく数値を入れて計算をしていきます で式のところに一から二みたいなこうナンバリングされてますね。このナンバリングはこの2ページフローのナンバリングに対応していますでそれぞれのナンバリングえー、っとね処理の過程ごとに留意点があります3ページ下ナンバリングされている留意点が示されているこの留意点と合わせてですね代入すべき数値確認していきます、はい、で上式見ていただきましてではこれ、ね、スタート時点一番左足 取引事例の取引価格からこれ、批准していきますので、採用すべき取引価格はどういったものを採用すべきかと言いますと、では、下の留意点、丸1見てください。はい、下留意点、丸1見てください。丸1、通常単価による批准であるので、最後に対象動産の面積を乗じる必要があるとなっています。 採用すべき取引事例の取引額は総額ではなくて総額を面積で割った単価を採用して批准していきます単価による批准単価批准になっていますただ求めるべき結論価格は総額として求めていきますので単価からスタートした場合には最後面積を乗じて 総額として結論を求めていく必要がありますいいともう一度2ページ下の式のところ見ていただきまして、ね、式の左足見てくださいはい2ページ下の式の左足取引事例における土地価格さらし投資の価格単価となってますよね採用すべき取引価格単価です単価批準ですただ結論としての求めるべき価格は右端取引事例から批准した価格 総額ってなってません、ね。総額です。結論は総額として求めていきます。なので、単価からスタートして結論として総額を求めるためには最後面積をかける必要があります。で、この求めるべき総額は対象不動産としての総額を求めていきますので、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積をかけて結論総額を求めていきます。この3ページ。 1> 1かけででき面積は対象不動産の面積を最後かけていくんだということになってきますでは単価基準ですので真ん中図のところを見てください取引事時で総額1億トンで640万円で単価26万6,000円と与えられてますが採用すべき取引額はこの単価の方ですねこの26万6,000円を引っ張ってきて 計算していく必要がありますので上この26万6千円単価基準です単価を採用して基本式を適用していく必要があるんだということになってきます続いて丸 ② 事情補正です、えー、事情補正についてはこの後詳しくやっていきますのでここでは問題文でじゃあ120という数値が与えられていてそれを分母に代入するとしていきましょう 詳しくは、ね、この後やっていきますので、事情性については、問題文でこう120と与えられていて、それを分母に代入したとしましょう。では続いて、丸3ですね、時点修正です。時点のズレを修正していきます。はい、下、留意点、丸3見てください。下、留意点の丸3見てください。<laughs> 丸3、取引時点を100とした取引事例ごとの価格時点の価格指数をチェックします。 取引時点を取引時点を100とした場合のそれぞれの事例ごとの価格時点のの指数といいうものをチェックしていきますではここでは価格時点の指数としてですね上の式のところ、まあ、101.2というものが与えられていたとしましょうここでは価格時点の指数として101.2というのが与えられていたとしましょうで代入すべき数字はもう一度下代入すべき数字は 価格時点の指数ですね。価格時点要は取引事例に関わる取引時点の指数ではなくて価格時点、要はこれ、対象不動産に関わる数値です。取引時点の指数じゃなくて価格時点の指数、要はこれ対象不動産に関わる数値ですので、対象不動産に関わる数値は分子に代入するということですね。なので 価格時点の指数101.2と与えられていた数字を分子に代入していきます分子補正です利点修正は分子に数値を代入して分子補正を行っていきますこの101.2というのはどう言ってるかというと取引時点を100とした場合の価格時点の指数が101.2というのは取引時点から価格時点まで価格水準が 1.2%上昇しているそういった意味の数値ということになってきますこれ取引時点じゃなくて価格時点の指数ですので価格時点要は対象不動産に関わる数値は分子ですね分子に代入しますので分子補正ですね分子に101.2を代入していきますでは続いて ④ 標準化補正です、えー、取引事例事例の個性をなくしていきます チェックすべきものははい。下留意点見てください。はい、丸を見てください。マリオン取引事例の個別適用に係る評点をチェックしていきます。標準化、補正事例の個性をなくしていくチェック、すべきものは、取引事例の個別適用に係る評点をチェックしていきます。取引事例の個別適用に係る評点をチェックしていきます。 でこの図のところを見ていただきましてでは類似地域内の標準的な土地の評価の点数まあ「点」というんですけど類似地域内の標準的な土地の評価の点数「評点」が100と与えられていたしましょう。それに対して 取引事例のの評評価点点数評点が例えば全面道路の道幅が狭くてマイナス2%の減価が発生していて評価の点数評点が98と与えられていたとしましょう。類似地域内の標準的な土地の評価の点数評点が100それに対して取引事例の評価の点数評点が98と与えられていたとしましょう。 でこういった評点が与えられている場合においてでは標準的な土地の価格から取引事例の価格を求めるためにはどういった計算が必要でしょうか標準的な土地の評価の点数評点が100一方取引事例の評点が98こういった数値が与えられていてと標準的な土地の価格から取引事例の価格を求めるためには計算としてはどのような計算を行う必要がありますかね198与えられていてこれてて、いこは、 かける？0.9。8をすれば標準的な土地から取引事例の価格が求められるというのはわかりますよね。標準的な土地が100取引事例が98と評点が与えられているので、標準的な土地から取引事例の価格を求めるためには、標準的な土地の価格にかける。0.9。8すれば取引事例の価格が求められます。では、逆に取引事例の価格から。 類似地域内の標準的な土地の価格を求める場合には要はこの標準化補正を行う際にはどういった計算が必要かというと取引事例の個性をなくして取引事例の価格から標準的な土地の価格を求める場合にはこれけ ×0.98 逆の計算をすればいいということですね標準化補正としましては逆の計算要は割 ÷0.98 を行えば 取引事例のの価価格格からら標準的な土地の価格が求められるということになってきます。で鑑定理論においては割り算は扱いにくいので掛け算に変更しましてでそれを分数表示割り算を掛け算にして分数表示にしたものが、はい、上の式のところこのかける 98分の100これをはね割る0.98を行っているそれを掛け算で分数表示にしたものがかける98分の100ということになっていきます。で代入すべき数字はもう一度留意点ですね取引事例にかかわる数値は分母に代入するとかね取引事例に関かわる数値は分母です。 標準化補正のところの分母に与えられている取引事例の個別的用にかかる標点98を代入していきます。分母補正です。標準化補正はこれ取引事例の個別適用にかかる標点を代入しますので取引事例に関わる数値は分母です。標準化補正は分母補正ということになってきます。では続いて地域要因の比較です。 えー、類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準いわ近隣地域の標準的な土地の価格を求めていきますチェックすべきものははい累点の丸5見てください丸5取引事例の損する地域の地域要因にかかる標点をチェックしていきますチェックすべきものは取引事例の損する地域の地域要因にかかる標点ということになってきます またたのところを見てていただきましてでは右近隣地域の評点評価の点数が100と与えられていてで左類似地域近隣地域よりも駅に近くてプラス15%の増加が発生していて評価の点数評点が115と与えられていたとしましょう近隣地域の評点が100で類似地域の評点が115と与えられていました。では類似地域の 価格水準から近隣地域の価格水準を求める場合には要は地域要因の比較を行う際には計算としてはどのように行っていけばよいでしょうか類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準を把握するためには地域要因の比較を行う際には近隣地域の標点100累次地域の標点115と与えられているならばこれ計算としましては割る1.15を行えばいいってことですね。 100、115と与えられていて類似地域の価格水準から近隣地域の価格水準地域用に比較を行う際には割るで割り算は扱いづらいので掛け算の形にして分数表示にしたものが、はい、上の式のところこれかける115分の100要はこれ割る1.15を行っている処理です割る1.15を掛け算の形にして分数表示にしたものがかける115分の100ということになってきます で代入すべき数値はもう一度0.05取引事例の損する地域の地域要因にかかる標点取引事例に関わる数値は分母補正です分母に代入しますなので分母に類似地域の地域の地域の標点ですよね115を代入していきます地域要因の比較も分母補正とということになってきます。 取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点を代入していきますので取引事例にかかる数値は分母です。なので類似地域の評点115分母に代入していく分母補正ということになってきます。でこの地域要因の比較1点だけ注意がありましてその留意点はい丸5の文章のところ1行目後半から見てください。 取引事例が近隣地域に損する場合は地域用意に付加不要となるブランクバーを記入するとなっています。要は図のところたい見ただ言ますね。取引事例が対象動産と同じ近隣地域内に損する場合もありますよね。取引事例が対象動産なので近隣地域内で損する場合があります。これ近隣地域内で損する以上地域用意を共通にしていますのでこれ。 地域要要の比較は不要ってことですねでこの地域要因の比較は不要だって理解を示すために上の式のところこの地域要因の比較の,この分母のところにこの枠の中にこうブランクですねこうバーを入れるっていう処理が行っていきます。 取引事例が近隣地域に存する場合には地域用意の比較が不要なので不要ってことを示すためにこの地域用意の比較の式の分母のところにこうブランクバーを入れてその理解を示すっていう処理になっていきますでは続いて個別的用の格差修正対象動作の個性を反映していく作業ですチェックすべきものははい下の留意点見ていただきましてはい丸六見てください丸六見てください丸六 対象動産の個別適用にかかる評点をチェックしていきますチェックすべきものは対象不動産の個別適用にかかる評点ということになってきますつまりはこの図のところを見ていただきまして近隣地域の標準的な土地の評点が100と与えられていて対象動産例えば稼働地とかで使い勝手がいいのでプラス2%の増加が発生していて評点が 102とと与えられていたししましょう近隣地域の標準的な土地の標点が100で一方対象動作の評点が102では近隣地域の標準的な土地の価格から対象動作の価格を求める場合には、まあ、個別請求の格差修正を行う際には計算としてはどのような計算を行っていきますかね 標準的な土地が100体重動作の標点が102と与えられていて標準的な土地の価格から体重動作の価格を求めて体重動作の個性を反映させていく個別的な格差修正の計算としましては要はこれかけるを行えばいいということです、ね、かけるを行っていきますでこれを分数表示にしたものが、はい、上のところかける1 0 0分の100ですねこれかける1 0 2です。 それを分数表示にしたものがかける100分のとということになっていきますで代入すべきものはもう一度留意点対象不動産の個別適用に係る評点です対象不動産に関わる数値は分子に代入するとね求めるべき対象動作は上のライン分子に代入するので対象不動作の評点102を A の式のところ分子に代入していきます。 個別適用意の格差修正,正,差修正チェックすべきものは対象不動産の個別的用にかる標点対象不動産に関わる数値は上のライン分子に代入するので個別的用意の格差修正は分子補正です。対象不動産の標点102を分子に代入していきます。 で最後結論として総額を求めていきますのでこれ単価から始まっていますので最後面積をかける必要があります。かけるべき面積は大丈夫ですね対象不動産の面積を乗じる必要があります対象不動産の価格として最後結論を求めていきますのでかけるべき面積は対象不動産なのでこの図のところ要は左。 取引事例の面積400平方メートルをかけるんじゃなくてこの対象不動産の500平方メートルを最後かけていく必要があります最後対象不動産の面積500平方メートルをかけていくということになっていきますで数値を代入した上で電卓を使って計算をしていくんだということになっていきますで電卓の入力なんですけどこの上の式のところ要は上のライン 分子についてはこれ掛け算で入力していけばいいということですね一方分母の方は下のラインはこう割り算で電卓入力していけばいいということ例えば次乗性ならば 266000×100÷120 という形で入力していけばいいということになってきますただもう少し効率的に電卓をね、えー、打っていくことになりましたの効率的な電卓の使用法というところを見てください 分子のところ、標点と百で除した数値を入力することで、処理を簡便化していきます。えっ、ー、と、どういったことかと言いますと。例えば、二乗性のところを見てください。二乗性上のところ。要は分母分子百で割ります。そうすると、えっ、ー、と、分母百割る百で分子ですね。これ一になって計算不要になりますよね。要は分母の百二十を百で割。 1.2分母なので割る1.2ですね割る割る1.2という形で電卓においては入力していけばいいなということになっていきます分母分子100でありますと分子これ100で割れますと1で計算不要になりますので要はね分母120100で割った1.2分母なんで割る1.2という形で 電卓入力してていいいいけばいいんだととうことになってきますあとは例えば個別適用の格差指定の丸6見てくださいやっぱり分母分子100でありますと分母えこれ割る ÷100 しますと1になって計算不要になりますね。要はこう分子102を割る1 0 0で割った1.0ですね要は分子なんでかける1 0 ゼロ二という形で電卓においては入力していけばいいんだということになってきます。はい、では枠の中ですね示されてますので枠の中を見ながらじゃ電卓打っていきましょう、ね。じゃあお手元皆さん電卓ね準備してください。はい実際実際電卓打っていきますのでお手元ね電卓準備してください。はい枠の中ね電卓打っていきます。お手元に電卓準備してください。 はい。よろしいでしょうか。ではね、単価基準ですので、まずは、取引事例の単価、えー、266,000ですね。2 6 6 0 0ロ入力してください。で、で、情性です。えっ、ー、と、分母に120がありますので、120、100で割った1.2。分母なんで、割る1.2ですね。割る1.2入力してください。割る1.2。れで、時点修正、時点修正。分子に101.2があります。百、え、一、ー、101.2を100で割った1.01に。分子なんで、これ、掛け算ですね。かける1 1.012となりますのでかける1.01に入力してくださいかける1.012です続いて標準合成、えー、分母に98がありますなので98を100で割った0.98分母なんで割る0.98ですでここで一点だけ注意がありまして、はい、テキスト文章のところこ割る0.98入力する際は0は入力不,良不要で 0.98と入力すれば勝手に0.98と表示されるんだということになってきます0.98の0はわざわざ入力する必要がないということになっていきますお手元では電卓でやっていきましょうはい、電卓用意していただいてそのまま続きの文章ですね続き。えー、っと分母98なんで100で割ったら0.98分母なんで割る0.98で割る割るこの後0.98ですそうすると勝手に0.98ってなってますよね わざわざゼロを入力しまし、入力しなくても、え、0.98で勝手に0.98になります。これ割る0.98できています。では続いて丸5地域要因の比較、分母に115があります。115を100で割った1.15、分母なんで割る1.15です。続いて割る1.15入力してください。割る1.15です。 続いて、0六個別適用の格差修正。分子に102があります。102を100で割った1.02分子なんで、掛け算です。かける1.02です。かける1.02入力してください。で、最後、対象動作の面積かけていきます。じゃあ最後、かける500です。で、イコールを押しますと,と、101514みたいな形で表示されていないでしょうかね。どうでしょうか。で、えっと、これ結論なんですけど、 テキスト、留意点の最後、丸 ⑧ 見てください。はい、テキスト三ページ一番下、留意点の丸 ⑧ 見てください。えー、総額は通常上位四桁目を借入して、上位三桁を有効数字として求めるんだということになっていきます。結論としての総額は上位四桁目を借入して、上位三桁を有効数字として結論総額は求めていきます。 なのであ電卓でこう 101, 14, なんで上位4桁目5なので四捨五入して要は結論としましては相手、はい、キストのところ一番上結論1億飛んで200万という形で上三桁有効数字で結論が求められる。であの四捨五入した場合に、えー、使うべき記号がありましてそれがこの。 イコールの上下に点々がついてこれ「ニアリーイコール」なんて言ったりするすが「ニアリーイコール」この記号ですねこれ四捨五入した場合にはこの記号を使っていきますはい大丈夫ですかねじゃあもう一度電卓じゃあこのシャープ性使ってもう一度計算やっていきましょうねはいもう一度電卓,電卓打っていきましょうはいお手元電卓ねもう一度準備してください ではスタート時点、取引事例の取引枠の単価です。266000、入力してください。で事情性、えー、分母に120がありますので、120、100で割った1.2、分母なんで割り算ですね、割る1.2、割る入力してください、割る点二続いて、時点修正、分子に1 0点1 2がありますので、1 0点1 2 100で割った1.012、分子なんで、これ、掛け算ですね、かける1.012です。 かける1.01にかける1.01に入力してください。続いて標準カオスで分母に98があります。98を100で割った0.98分母なんで割る0.98で0.98の0は入力する必要がないので、えー、割る点98です。割る点98勝って0.98と表示されます。割る点98です。 続いて ⑤、丸五地域要因の比較です。分母に115があります。115を100で割った1.15。分母なんで、割る1.15です。割る1.15を入力してください。続いて、丸六個別適用の格差修正。分子に102があります。102を100で割った1.02。分子なんで、掛け算ですね。かける1.02です。かける1.02です。かける1.02。で、最後、総額として求めていきますので、対象不動産の面積をかけていきますので、 かける500でイコールを押してくださいそうすると101514285で上位4桁目を飛車購入して5なのでえ102という形で1億トんで200万という形で結論総額が求められるそういったこれ計算ということになってきます。で慣れてくるとまあ迷わずにもう淡々と式ねあの数値代入できるようになります。 ななかなかねどこに何を入れるかわからないと思うのでしっかりとこの3ページどこに何を入れるのかをねしっかりと意識理解しながらこの、ねえー、どれくじでかこの計算ですね、えー、繰り返しやって慣れていくようにしてください。はいではそれぞれの適用過程ですね個別に詳しくまたね確認していきます。はいじゃあ4ページ進んでください。 4ページ進んでください。はい、ではまずはねローマ数字に事例の選択を詳しく確認していきます。何でもかんでも事例を選べるわけじゃなくて要件がありましたね。下縦一事例選択四要件ということになってきます。文章のところ。 基準は取引事例は原則として近隣地域または同一時給圏内の類地域に損する不動産にかかるもののうちから選択するものとし必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に損する不動産に係るもののうちから対象動作の最優交渉が標準的小と異なる場合等には同一時給圏内の代替競争不動産に係るもののうちから選択するものとする飛ばしてのほか次の要件の全部を備えなければならない。 一取引事業が正常なものと認められるものであることをまたは正常なものに補正することができるものであることを確保飛ばして二利点修正をすることが可能なものであること三地域要因の比較個別提供の比較が可能なものであることと規定しています。 事例選択要件でご宿賀のところキーワードで言うならば4要件というのは1要件目が価格権限性場所的同一性2要件目が事情の正常性または正常補正可能性3要件目が時点修正可能性4要件目が因比較可能性といったりします特に重要な1要件目ですねズバリ1要件目はライバルとなる不動産を選びなさいそういった要件論ですこのの要件目というは 場合が大ききく2つに分かれてきますね1億円目ライバルとなる不動産を選びなさい1億円目というのは最有効所が標準的所と一致する場合と異なる場合でまず大きく場合が分かれてきますねでは最有効所が標準的所と異なる場合どういった取引事例を選択すべきとなってますかねえー、これ同一受給圏内の大体競争不動産を選ぶべきとなっていますただ今までの演習問題で 同時給圏内の第一体競争不動産を選ばせるようなそういった問題は出たことはないということになっていますでは最有効所が標準的と一致する場合です一致する場合も原則論と例外論に分かれてきましたね最有効所が標準的と異なる場合あー一致する場合です最有効所が標準的一致する場合で原則例外論に分かれてきましたね例外論ってどんな場合ですかね 必要をやむをえな,、ね、ない場合にはどういった取引事を選択すべきと示されていますかねこれ近隣地域の周辺の地域に損する不動産を事例として選びなさいとなっていましたただ今までの演習問題でやはり近隣地域の周辺の地域に損する不動産を選ばせるようなそういった問題は出たことはないということになってきますなので演習における1要件目というのは事実上は、ね、どういった要件論かといいますとはいテキスト 演習における1要件目というのはズバリ。事例が近隣地域、または同一受給圏内の類似地域に存するか否かが事実上の一要件目ということになってきます。演習における1要件目というのは、近隣地域、または同一受給圏内の類似地域に存するか否かを判断していくということになってきます。で、4要件目のうちだ4。要件のうちック最後の。 地域要因の比較、個別的要因の比較が可能なものってありますよね。個別的要因の比較が可能なものというのは、この別の言い方をすると、どういったものを選びなさいって意味ないようですかね。個別的要因の比較可能なもの。これ2章の分類概念のうち、類型ですね。同じ類型のものを選びなさい。そういった意味内容です。 なので、さらちについて取引事例加工を適用する場合には、やはり同じさらちの事例を選択しなさいというのが、個別適用の比較が可能なものということの意味する内容です。ただ、なんか異類型と複合不動産の取引事例を採用できる場合がありましたよね。同類型じゃなくて異類型の複合不動産の取引事例採用できる場合がありましたよね。何かの方法を適用する場面です。 何かの方法というのは、すぐた。縦に配分法を適用する場面ということになってきます。文章のところ。さらち観光を求める場合の取引事例加工では、複合不動産の取引事例について配分法を適用することがあります。まあ、異類系であります。複合不動産取引事例に配分法を適用して、さらちの事例資料を求める場合があるんだということになってきます。では、配分法具体的には、では、大になるく。 基準は取引事例が対象動産と同類型の不動産の分を内包して不合的に構成されている異類型の不動産にかかる場合においては当該取引事例の取引額から対象動産と同類型の不動産以外の分の価格が取引価格等により判明してるときはその価格を控除しここまでが前段ですね1つ目の方法です。または 当該取引事例について、各構成分の株の割合が取引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に対象動産と同類型の不動産の分に係る構成割合を乗じて対象動産の利益に係る事例資料を求めるものとする、この方法を配分法というと規定しています。配分法は具体的な前段と後段に分かれてきまして、前段はいわゆる控除法と呼ばれるものです。 更地について提供する場合には総額から相手方の建物価格を控除することによって更地価格を求めていくのが前段の、ね、いわゆる控除法です一方更段というのはいわゆる割合法と呼ばれるものとして更段は一体粗相の取引価格に更地価格の割合をかけることによって更地の事例資料を求めていくのが更段いわゆる割合法ということになってきます。 で一応2つの方法があるんですが5ページで、はい5ページ上,、はい、ージ上演習問題においては前段のいわゆる控除法を適用させるのが通常となっています、まあ、実務においても演習においても講談の割合法を適用するのはほぼないですなので前段いわゆる控除法を理解しておけば十分ということになってきます2行目 更地の事例資料配分法いわゆる控除法を適用して求めることができる場合これ3要件配分法を適用して更地価格を求めるためには要件としては3要件が必要となってきます、えー、配分法を適用して更地の事例資料を求める場合の3要件確認していきます。まずは1要件目かっこ1 事例不動産がさらち部分を内包している複合不動産であることになっていますえっさらち評価対象となる権利は何権でしょうかさらち評価対象となる権利は何権でしょうかね所有権ですなので複合不動産敷地利用権が所有権でなければさらちを内包しているとは言えないということになってきます 敷地利用権が所有権の複合不動産というのは具体的には、括、は、弧、い、高ですね。自用の建物及びその敷地、または貸家およびその敷地がまず一要件目ということになってきます。事例不動産がさらじ部分を内包している複合不動産、つまり評価対象は所有権なので敷地利用権が所有権である複合不動産、具体的には自立てまたは貸家敷ということになってきます。 なので例えば借地権付き建物、借地権付き建物、敷地利用権が借地権所有権ではありませんよね。こうさらを内包していませんので配分法を適用してさら近く求めることができないということになってきます。1応件目さらち部を内包しているは敷地利用権が所有権であります自立てまたは貸し出し式であることが必要となってきます。では2応件目括弧に。 建物価格が判明していることまたは建物価格を求めるための資料が与えられていることです控除法なので控除する相手方の建物価格が判明していることが2要件目必要になってきますもしくは建物価格を求めるための資料が与えられていることですねこれ2要件目ということになってきますで3要件目これ更地特有の要件です3敷地が最有交渉の状態であることです さらち常に最有効所が可能ですなので配分法を適用する場合の複合不動産の取引事例も敷地が最有効使用の状態にあることが必要となってきますこの採用権全て満たした複合不動産取引事例でないと配分法を適用してさらち価格を求めることができないんだということになってきますでこういった要件論を踏まえてした縦3というところを見てください 採用事例本試験では事例の選択要件を照らして不採用とすべき事例があればその事例番号よりすまあらかじめ事例が収集されていてそこから適切な事例の選択から皆さんの判断が、ね、必要になってくるんですけどその際にどの事例を採用したのか。 という理由よりもどの事例を採用しなかったのか不採用の理由を回答に記述することが求められる場合があるんだということになってきます要は事例選択4要件のいずれを書くのかまたは複合不動産配分法の場合にはこの3要件のいずれを書くのかをしっかりと回答用紙に記述していくことが求められる場合があるんだということになってきます はい、では詳しくはこの後ですね確認していきますので一旦じゃあここで切っておきます、はい、以上をもちまして第2糸小麦のほう終了いたします